こんにちは、川山ひろきです。今回は断末のフェルズを描いていきます。それではやっていきましょう。では線画からやっていきます。今回線画の方は完成予想図の方がハイライトが強めの仕上がりにしたかったのと、フェルズ自体が暗めの装飾なので少し太めで描いていきます。それでは線画が終えたので次に下地を塗っていきます。では陰影を塗っていきます。今回陰影の方はハイライトを強めに塗るので少し暗めに塗っていきます。
陰影が塗れたら次に背景を塗っていきます。今回背景の方はキャラクターメインで描きたいので、塗りの方は7割から8割程度にして描いていきます。ではハイライトを塗っていきます。ハイライトの方は光らせたいのでがっつり全体的に塗っていきます。はい、では最後に仕上げ作業をしていきます。色味の調整や不透明度の調整をしていきます。完成です。はい、断末のフェルズを描いてみました。今回フェルズ自体は単純で描きやすかったんですが、タッチポーズが多いキャラクターだったので
あまり変なポーズにするとイメージが崩れてしまうので、構造を決めるのがすごく難しかったです。この動画、もしよろしければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。